気がついたら今僕はここにいた。ここはですね、教会なんですね。とても中がね、綺麗でしたね。電気なんかもついちゃって、まあ普通の教会といえば教会なんですけどもね。その教会からね、海の方をね、見渡せたんですね。なんか昔ね、養殖がね、行われていたようなね、そんな雰囲気の漂う、今は何もやってないような感じのね、景色でございます。これが今さっき言った教会でございます。続々とね、人が集まってきておりますね。この日、日曜日だったのかね、ちょっと忘れちゃいましたけどもね。綺麗な教会ですね。あれはまた違う教会だったかな。さっきの教会ですね。またこの道を戻っていったんですね。ミクロネシア連邦というところがありますね。4つの州に分かれております。今回はこの中のチューク州にいますよ。チューク州でございます。日本から見るとこんなところにありますね。グアムの先にあります。いっぱい島があるんですけども、中空州の中のこの島にね、環礁に囲まれた中にある島に訪問しました。上野っていうところですね。こんな風に散歩したんですね。あの教会はですね、イマキュレートハートオブメアリー大聖堂だ。